ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。11月02ですね、そうですよね、2日水曜日ですね。おはようございます。東京はね、曇り、まあ天気いいですね。あの、で、僕ね、まあ今日フランス代表の、フランス代表の、あのサッカーのジャージ着てるんですけど、まあジャージ着るとちょっと暑いって感じですかね。でずっと髪ちょっと長かったんで、昨日カットだけしてきたんですよね。あの地元っていうかね、下北の方行ってちょっと初めて行った美容室なんですけど、結構僕パーマがまだな残ってて、結構今濡らした状態なんですけどね。あのどうなんですか、本当に超安いとこで、なんかお姉さんと結構喋っていい、まあいい美容室ですよね。本当近いんで、またで、なんかパーマ、ね、ちょっとね、僕パーマ、ロン毛パーマブームにあって、僕の中で、ね、パーマかけてる人多いじゃないですか。ツイスト、こうグネグネ、ソバージュみたいな、昔で言うソバージュみたいな、でまたかけようかなって、まだちょっと残ってるんで、まあこれ今濡れてるんでちょっとまっすぐですけど、まあなんかおばさんみたいになっちゃうんですよね。こうおじさんがおばさんみたいな、なんか結構ね、僕あの美容師さんと結構コミュニケーションめちゃくちゃ取るんですよ。でだけど基本的にはどっちがいいですかって言ったら、美容師さんのいい方にしてくださいって言うんですよ。僕の意思は、質問はするんだが、美容師さんの意思を基本的に選んで、向こうも質問するんで、僕は質問に質問で返すみたいな感じですよね。まあでもどうですかね、これ。まあ普通に前の髪型に戻ったみたいな感じですかね。ちょっとこれ今濡れてるんであれですけど、まあなんかね、あの今時のっていうかね、あのまあすっきりしましたよね。あのこうカメラ映るとやっぱりだいぶ違いますよね。この鏡とカメラっていうのが、あの全然違うんですよ。皆さんもね、だからね、あの恥ずかしいかもしれないけど、こう顔と名前をねバーって出した方が、どうせね、人なんて見てないんですか。芸能人だって政治家って街にあっても気づかれない人いっぱいいて、で結構人なん、自分以外のことを他人はあんまり見てないんですよ。で見てたり噂はあるんだけど、本質的にはどうも思ってないんですよっていう。僕がそのモデルとかで、僕全国 CM とか出たことあるし、そのドラマとかもね、なんか身内でさえ気づかないみたいなね、そんなもんなんですよね、人って。そのやっぱりその状況と TPO で人はこう印象づくし、その YouTube で出して、まあそのね、これを見てくれる120人ぐらい登録してるんですけど、まあ常に、まあなんか物によっては30回40回で、まあ何百回って回る時もあるんですけど、まあ 4,5 人とかいる時もあるし、まあ見てくれてる人は僕がどんな人気かって分かるけど、大体みんな1秒ぐらいでこうパッて、ね、消すんでねCM とか入っちゃう人があれだしね。そのそうそう、で今日はね、最近はですね、まあいろいろアクティブになってきまして、そうですね、ちょっと脳もね、だいぶこう怠惰な僕なんで、あの怠慢なね、ちょっとピリッとし始めてはいるんですけど、最近なんですかね、あのまあ最近、あ、そう、最近気になったことがある、古典ラジオってあの前ポッドキャストで僕知ってだいぶ前に、今ねそんな聞いてないんですよ実は。ちょっと途中でテーマが、やっぱテーマによって入ってこないと思って、まあ、深井さんとヤンヤンさんと樋口さんかな、あのもうこの3人のね、僕3人集まれば文順して、3人違うタイプの人が集まるととても発揮するっていうのを信じてるんですよ。トリオって信じていて、2人だとね足りないっすね。3人こす違う人間で気が合う、全然違う人間で気が合えば、ものすごいビジネスとか、まあ、スポーツもそうですけど役割があって、でなんかトライアングルの神秘ですかね、よくわからないですけど強いんですよね。そので前、その古典ラジオっていう歴史をね、現のベータベースを現代に照らす深井さんが結構今、まあだいぶ前からちょっと
ね、結構あのまともな番組とかに、ネット番組とかに結構出てたりしてたんですけど、テレビもちょっと出てんのかな、ちょっと。で最近また結構バズり始めていて、ただまあそのひろゆき成田悠輔さんからの不快さんかなと思ってまして、マスコミとかね、だから何て言うんですか、世の中こう荒れているんだけど、まあこう戦争もあったり歴史もあるので、歴史をすごい語る、面白く説明する古典ラジオさんっていうのが、やっぱ深井さんっていうのはもう時代のこう長寿になるつつあるみたいな感じで、この間もニュースピックスで取り上げられたり、まあそれ前にもラジオとかネットでは結構出てたんですけどね、まああんまり出るのは好きじゃないっていうけど、深井さんもだいぶ慣れてきてね、でイケメンですし、やっぱりその優しいっていう、僕がこの間説明したあの偏差値50ぐらいの人にも分かる説明をできる人が世を治めるみたいな、世を治めるっていうか、やっぱそのパイが多いんでね、で歴史よく分かんねえよっていう人も、あの深井さんの話聞くと、その目線を下げて喋るので、かといって目線を下げすぎるテレビみたいなのもダメなんですよ。やっぱちょっと頭のいい人、すげえ歴史に詳しい人が聞いても面白くないんだけど、その幅があるじゃないですか、層ってこう人間でね、その生活レベルとかも仕事もバラバラだしね、そのパイ、一番大きいパイを取るのは難しいんだけど、深井さんはその低い層から、低い層って僕が言ってる偏差値50前後ですよの一番中心ぐらいの人がこう聞いていて、彼のね古典ラジオをね、あ、もしよかったら古典ラジオっていう、古典ってCOTEN ってね、検索すると出てくるんです、音声のメディアなんですけど、音声で世界史や日本史などを勉強したお三、方が喋って、まあゲストも来たりするんですけどね、専門家とか、現代にではどうのか、それをな、樋口さんっていう元お笑い芸人の人、今もお笑いかな、質問したりして、これはこういうことですか、分かんないですんで、難しい言葉ができたらとにかく戻る、偏差値50に戻るって、っていうのを繰り返してて、すごい聞きやすいんですよ。だから僕、こういうメディアが、あの、ニュースペーパー、そういうのも、テレビも、どんなメディアも、そうなれば、こう、生活も面白くし、なるし、平和にもなると思ってるんですよね。で、まあ、その古典ラジオさんってすごい、まあ、テレビが結構今欲しがってるコンテンツであると思うんですよね。で、若き、まだ30歳、歳ぐらいですかね、30代、ちょっと年齢わかんないですけど、若い方なんで、でまあ、世の中の人が期待してる高学歴、九州大学出身で、でまあその人と僕が言っている、僕が一番、古典ラジオさんもまあ今あんま聞いてないです、正直初めすごい聞いてたんですけど、とあと鹿島茂さんのフランスですね、フランスの19世紀フランスパリを、その僕あのこ鹿島茂さんの本、今結構積読しちゃうんですよ。まあね、古本で買ってね、結構まだ結構いっぱいあるんですけど、結構面白いんですよ、やっぱり。が、鹿島茂さんもあのお年なんで、もうあの大学をね、明治大学を退職された方なんで、まあ70ぐらいですかね、もう60後半ぐらいの方なんで、あれなんですけど、60歳ぐらいですかね、退職、わかんないですけど、なんでちょっと若い人にはちょっと受け入れられないので、そこをうまく、あの古典ラジオ的なことで、現代に照らし合わせれば、もっともっと大きな層にね。であとエマニュエル・トットですね、それツイッターでつぶやいたんですけど、古典ラジオさんのないこと、何やってるかっていうと、歴史をその年号とか、その偉人の、その、ではなくて、その人物に結構ターゲットを絞って、で、その人物が何をし考え、何をしたかっていうのを想像でね、もちろん、本人に会ったことはないので、その偉人にもね、信長だったり、秀吉だったり、だけど、その、現代だと、こういうことだよね、まあね、例えば、戦う、会社で戦うことと、戦をすることだ、とかね、経営同士で、ライバル会社、あと恋愛とかもね、そうだし、そのいろんな人に、こう、
あてがうことができるので、聞いてて、ああ、自分にも当事者にもなれるっていう。で、これでエマニュエル・トットなんですね。その話って何が言ってるかっていうと、まあ、歴史って実は家族なんですよね。ミニマルミと。その歴史は何を物語っていくかっていうと、基本的には人間、人がやっている事件だったり、ことじゃ、例えば今のね、プーチンだったり、人間じゃないですけど、誰かの家族で生まれて、で、まあ、そういう理論での視点でものを見ると、現代と今も人が生まれてくるには両親がいて家族がいてとか地域があって、ちっちゃい頃はそう育って教育を受けてそういうのがあるじゃないですか。そういう視点でものを考えると何かいろいろ見えていく。鹿島白木先生は渋沢栄一の本を書いた方なんですよ。だからすごい渋沢栄一も流行ったじゃないですか。で、まあもちろん経済のことももちろん関わっていますし、渋沢栄一なんでね。でも経済って何かって言ったら会社っていうと企業ですね。企業は何かっていうと家族みたいなもんなん で家族って何かって言ったら社長ですよね。企業は社長、家族はお父さんお母さんだってね、まあ課長がいて、その結局ミニマンで言うとそういう家族の国にはね、地域によって違うんですけど、それが結構実態ではそこに視点があるんですよね。だからこうなるとかね。まあ、人間のやることって予想はできないんだけど、結果、そんなにね、サイボーグみたいな人はいないよねっていう。人間っていうのは感情が絶対あるので、AI みたいにね、合理的にね、こう、ビッグデータを使っていろいろ処理するのは、統計的には当てはまるんだけど、人間っていうのは感情があるので、今日は寿司が食べたい、今日は肉が食べたいとか、いろいろあるわけです。やっぱり味っていう味覚があったね。だって栄養素だけを考えれば、もう決まった献立で決まったメニューを毎日食べ続ければいいんだけど、人間というのは視覚とか味覚とか感情があるので、違うものを食べたい。食文化ですよね。っていうのがあるじゃないですか。で体調もあるし。なんで、そう、一つなまではいかないっていうか、統計学は全て当てはまないとね。養老先生が言ってた、統計学と、まあ、偏差値とかもそうですけど、あと疫学ですね。病気がみんなこうなったらこうなる、みんな太ったらみんながになるっていう、それはもう疫学なので個人とはあんまり関係ないんですよね。なので統計って個人にはっていうか、その本人には当てはまないっていうのが正解なんですよ。ただそれでまあ煽ったり怖くたり予防は多少できるかもしれないけど、僕ね、予防ってね、基本的にできないと思ってるんですよね。社会全体が変わらないと、個人の予防ってやっぱりそんなできないと思うんです。でもそのなんていうんですか、規則正しい生活とか食事とか、あと人間関係のストレスとかもあるじゃないですか。結局外的要因ってあるの、それがうまくやれれば長生きできたり幸福感を味わうけど、それだけを食べればいいとかね、ヨガだけやってればいい、ライフスタイル、そんなわけないですよ。やっぱり僕基本的にはそのミニマムの一番ライフスタイルをうまくするのは、愛、彼氏、彼女、旦那さん、奥さん、子供、家族だとかね、それが一番健康の根本に、そこがないと病気になるっていう、僕はその理論です。あとは薬とか食事とか睡眠とか関係ないです。仕事と家族がめちゃくちゃラブラブで楽しくていいです。でもそう、家族も家族でなかなかうまくいかないじゃないですか。それで不幸になっているっていう結論に落ち着いたんですよ。僕独身で、まあ恋愛のことはちょっとお話しできないんですけど、やっぱりそれが一番だと思いますね。だって女性がね、美しくなるのって整形とか美容とか、男性がイケメンで魅力的になるのって、金も収入が上がったら金持ちになるとか、そういうことじゃないですよ。ほとんどいい彼女、いい彼氏、ラブラブのやつが魅力であるんですよ。で、健康になってってるんで、まあもちろん高齢とか中年とかになれば病気になるんで、その疾患が出るんでね、それでまあ亡くなったりとかいろいろありますけど、基本的に生き生き楽しく魅力的幸福っていうのは、恋愛だったり家族だったりカップルだったり、そういう人が一番魅力的に感じる。そしてそういう人は幸せそうな笑顔をするので、魅力的にさらにモテるっていう、そういう循環ですよね。はい、何言ってんだよ、という感じなんで、その古典ラジオさんと、
昔の歴史と今をこう照らし合わせてるっていう意味では古典ラジオさんの深井さんがやってることと鹿島茂さんがいろんなね杉渋沢や一蔵さんやいろんなね、マニエル・トットとか、ジラルダンとかねいろんな日本フランス文学歴史の人物とやってるのと一緒なんですよ。それを語ることによって現代ではどう生かせばいいかで僕みたいなその知識が低い偏差値5ぐらいのやつにも響くんですよっていうことは勉強で面白いで生きやすくなる人生がっていう話なんですけどこれ伝わるかな僕本当に頭悪いん で勉強ずっとしたことなかったんですよ。大学一般受験の体育学部東海大学の体育学部なんで偏差値その時52、3だったんですよ模試 で東海大学の体育学の一般受験って51だったんで受かりますよね。まあ実スポーツの実力はあったけど僕東海大学にスポーツ推薦で行ける実力はなかったのであと名門校じゃなかったし、まあペーパーで受かったんでそのぐらい偏差値50ぐらいまではその基礎学力はあるそれぐらいの人だと深井さんとか古典ラジオさんとか鹿島茂さんの本は読めるんですよね。で堀江門さんの言ってることも難しいこともなんとなく理解できるんですよね。まあでも興味関心がないと聞かないですけどね。まあもちろんその喋る人とか語る人の人間性とか顔とか見た目とか好き嫌いがあってのことではあるんですけどやっぱ僕もすごい辛いことがあったりそういう時にそういう書物とかそういうね僕今 YouTube で YouTube で見て本を買うって感じですけど僕の方そういうのでこう幸福度が上がるし楽観的にでなれるんですよねいろんなことがなのでということなんですよね。深井さんもね本当に鹿島茂さんとちょっと歴史深井さんね実は歴史ではなくて古典ラジオでね歴史じゃなくて文学を語っているんですよね。それがなその共通点で鹿島茂さんはやっぱりちょっとすごい学者ですし頭がいいのでやっぱりちょっとね専門用語をやっぱどんどん増えてるので質問者がもうちょっとレベルを下げて鹿島先生に下げるといいかもしれないです。やっぱりすごい学者さんですごいインテリなのでちょっと分かんない用語とか表現が出てくるので僕はそこをちょっと調べてあそういうこと言ってるんだとやっぱ口語でこう対話してる時でも鹿島先生ですねやっぱり頭いいのでこうあと書籍もですねやっぱり難しいですよ。簡単な本もあるんだけどただすごい現代に照らし合わせて面白い視点を持ってる学者さんだなと思って本もねセックスとか性に対することも鹿島茂先生はフランス文学者のようにすごい言っていてフランスといえば愛セックスっていうのあるんですよ。アート愛セックスフランス、あと個人主義革命ね市民革命でその性に対する愛とか恋愛とかそういうセックスに対する書籍もあってその本も僕ちょっと読んでるんですけど面白いですよ。それが現代ともやっぱり一緒だっていうねその、歴史を見ても一緒なんですよ。だからそこで恋愛に悩んでる若い人は、深井さんの話もだけど鹿島先生の本の方が面白いです腑に落ちるのですごい名著があるんですよ。今度本の説勝手に一応相互フォローをツイッター鹿島茂先生にしていただいてるので僕のツイートたまにいいねしてくれるんですよ。だからよろしくお願いします。本もねもうまだ絶版にはなってないと思うんですけどセックスに関する鹿島茂さんの対談本があるんですけどジャーナリストの女性のもうとても面白い本でもう一回ちょっと前に買って読んだんですけど古本でもう一回そのちょっと説明します。それもね歴史にかかってくるんですよ。今の岸田さんだって奥さんがいて愛妻家で安倍さんだって昭恵さんやっぱりその男女もちろんジェンダーフリーの人もいるですけどトランスジェンダーの人もいるけどその人も愛する人とどういう関係であるかっていう根本がありっていう感じですよね。
プーチンってどうなんですかね、奥さんと子供いるんですよね、ちょっとわかんないんですけど、あのなんかそういうのがやっぱ関係して物を捉えたり 見たり、そうすると悩まなくなってた。悩むってことはこう比較対象があったり理解できないから悩まなくて、理解するとそういうもんだと、そういう仕方がないっていうか、そういうものなんて変わりようがないと思うと意外と長闇って解消するんですよ。こいつはこういう人だとかね、そういうふうにする。人間はね本当に優しい生き物だし悩むので、なんかあのそのようにやっぱり知識教養っていうのは人間が唯一与えられた、まあ自然発生的なのか神に与えられたものなので、やっぱりその死ぬまでそういう勉強っていうか、自分が知らない、ただ識字率とか文字を読むのがちょっと苦手とかね、漢字を知らなきゃいけない、言語を知らなきゃいけないとかあるんだけど、まあ、そこまではちょっと頑張って、でも今 YouTube っていう動画とかね、その SNS があるので、そこでちょっと興味があることを聞いてそれを掘り下げるっていう作業が、その僕自社数社とか人間関係をうまくいくためにはそういうたものが、まあ、それを教育と呼ぶのかよくわかんないですけどと思うんですよね、はい。まあ、学校教育なんての例えば世界史日本史なんてあのできることが限られてるし、結局ペーパーテストなんで年号を覚えるとかになっちゃうんですよね。ただそういう鹿島茂先生とか古典ラジオの深井さんがやってることって世界史とか日本史ではない部分なんですね。あれはね文学なんですよね。そうですね、文学とは何かっていうと、家族とか人間関係、みんなが悩んでる恋愛とか会社とかそういうことが文学には含まれているので、文学っていうとなんか歴史を覚えるっていうことじゃないですね。現代にの僕たち個々の悩みをどうやって解消すればいいかっていうのが、過去にも同じことが繰り返されたので、じゃあこのパターンだったら薬みたいなもんですね、処方箋みたいなね。文学を知ることによってそう悩みがうまく解決できたり解消できたりするっていうことが最近まくったんですよね。僕も勉強本当してきてないので、学問ってそういう根本的にそこに帰らなきゃいけないっていうのが、まあこの SNS 時代に良かったのかもしれないですね。昔は雑誌とかがやってたんだろうけど、あの今無料でそういう機会に出会うことができるっていうのはいいことですね。そんなゲームとかねアニメとかもいいんだけど、アニメももうもはや文学になるなりつつはあるんだけど、やっぱりそのアニメが想像で作った世界っていうのは文学から来ている、家族、地域、そういうとこがあの素材になっているんですよね。だからそういう意味じゃ昔のその歴史とかをその素材がどうだったのかっていうのを学ぶことは自分がの悩みを解消する手段になるっていうイメージですかね。ちょっと僕本当に言葉のボキャブラリーが少ないんですけど、本当偏差値40ぐらいの子たちにその説明するの難しいんですよ。あの 4,50 ぐらいのそのやっぱり国語漢字が書けないとか読めないとかいう人にはこう現代の言葉でうまく、どんな社会どんな仕事どんなあれも悩みは結構似ているんですよね。そのレベルは違えど、それをどう解決するのか個人がやっぱりそこを理解してガム噛んで味をで、そうすると改善できるっていう。僕他人はねカウンセラーとかいるけどね解決あんまりできないと思うんですよ。根本的に自分の中に自分の中の先生を持つっていうか、それが知識教養だと思うんですよね。だから、ね、悩んでる人は自分の中にもう一人の人格の先生、知識教養先生を心の中に作る。そうするといろんなことがこうクリアできてる、改善できてる。自分は一人だって思うとダメですよ。二重人格になれっていうことじゃなくて、自分の中にもう一人知識教養を学ぶ先生を作れば自分の中でこう解決してくれるみたいな、そんな感じです、はい。ちょっとね朝っぱらから熱くなりましたけど、古典ラジオ、まあ、聞いてみてください。まあ音声なんでそのまま聞き流せるんで、あと3人が楽しく喋ったりしてるんでいいんですけど、まあ、鹿島茂さんの本は、まあ、その後のステップとして鹿島茂さんのインタビューとか
本、まあ書籍が多いので、書籍ハードル高いっていう人は、鹿島茂先生のそのセックスに関する本とか、そういうのを見ると面白いです。はい、それではバイバイ。